どうもダロマニム DB です。今回は約1年ぶりの原神の動画です。一応4月あたりからもう一度始めて、現在はこんな感じ。ちなみに今回は僕が始めたての頃即死させられた宿敵旧東寺を倒していきたいと思います。最近七星召喚に関わるアップデートも来て、結構いい感じのデッキとかできたので、またそのうち原神に関する動画投稿でもしようかと思っています。てなわけで復習します。前回戦った時は敵のレベルは36だったのですが、現在はなんと91レベルまで強化されてます。でもその分こちら側も強くなってますし、何しろ倒し方も分かったのでもう怖くないですね。ちなみに前回の動画はこちらからもう1年前の動画ですが、そういえば最近と言っても1ヶ月前にこの原神を作った会社ミホヨの新作崩壊スターレールが結構話題になってますよね。僕もプレイしてみたんですが面白かったです。ターン制 RPG のゲームでドラクエやファイナルファンタジーとかが好きな方はきっとハマると思いますし、そうでない方も独自の世界観が魅力的なのでぜひプレイしてみてください。こんな話をしているうちに半分くらい削りました。はっきり言ってシャンリンとフィッシュル以外は育ててないので、ちょっとの攻撃で瀕死になっちゃいます。なんならすでにアンバーもお亡くなりになりました。復讐といったものの結局前と同じく2人やられてしまいました。しびれな、なんでやバカだからね。ちょっとビリビリあと少し闇好きにならないでね。スオパー気をつけよっはっやっやっねえふっはっやっ話が通じないなら叩くまででしょ。熱々でしょ。しびれなさい。復讐完了。というわけで復讐も済んだので今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。 See you。